今一番近いところの目標で、選手権の全国大会に出てサッカーをしたいなっていうのはあります。あ、品数が、おかずとかの品数が少し増えたなっていうのを感じました。体重が前より増えて、体の調子も少し良くなりました。ご飯とかおかずの量を増やすように要望を出したり、海藻類とかをもっと出してくれるように頼みました。やっぱ甘いジュースとかはあまり買わないようにするし、揚げ物とかそういうのもあまり食べないようになる。美味しい料理を期待します。さらにこの試合で勝っていくために、この連戦で続く日があるんですけど、そういう時の疲労回復とか、それはちょっとやっぱ自分じゃ合わせづらいので、そういうところを聞きたいです。ヨーグルトとか好きです。いや、ああでも1日に2個とか食べる時もあります。この例えば油物を食べてどう影響するのかとか、そういったことをしっかり知ることができました。菓子類とか炭酸飲料を飲まなきゃなとかあります。おかずを全て食べるようにはしてます。好きなものは肉です。食べても体重が増えないんですね。どうやったら増えるのかっていうのを聞いてみたいです。夜練習が遅くなってしまった場合は、食事の量を減らしたり、次の日に胃がもたれないような感じで食事をとります。食は絶対に食べます。量は普通にご飯一杯とお味噌汁。普段学校の日は取ってないですけど、サッカーが練習朝早い時とかは前に食べるようにします。普段は取らないです。まあ寝坊とかが多いんで深くは考えないですけど、でも野菜は取るようにはしてます。毎日牛乳は取るようにしてます。トレーニングがとにかくトレーニング時間が長いですから、その時に使われてしまうエネルギーっていったようなものが普通の人よりは随分たくさんになりますから、その分を補給していかないと、体の筋肉とかがエネルギー源として使われてしまうということがあります。ですからトレーニング量に見合った食事量をきちんと食べるっていうことが大切になってきます。今日の目的は、皆さん今スポーツやられているということで、そのスポーツにおいてどんな目標を持ってますかという、そこからまず聞いていきたいなと思うんですけど、ご覧の通り食についての話にはなるんですけど、結局それも全てはみんなが持ってる、ね、目標、理想の姿、そういうものに なるためにはどうしたらいいんだろうって、今それをとにかく考えていく時間だというふうに考えてください。ということで今、皆さんの手元に、目標シートっていうのを配りました。配ってあると思うんですが、そちらの、目標を書いてください。で3つまでって書いてあるので、3つまで書いてみます。でなるべく具体的に書いてほしいので、例えば、頑張りますとかっていうのはなしで、はい、ありがとうございます試合で最後の走るようになりたいということね、はい、じゃあそのためにゴーバル君今どんなことをしてますか。そういうふうになれるためにそれを目標にしてくれたわけだよね。で肝心なことはその設定した目標をじゃあいかにしてその達成するか、どうやったらそれを達成することができるかっていうことが肝心な話だよね。
これね、運動、今言ってくれたように栄養、休養と、この3つが絶対必要なんです、パフォーマンス上手くなるために。毎日毎日持っていくお弁当ですから、手作りで心のこもった適切なものっていう頭の中に置いて毎日毎日やるのは大変かもしれません。そういう時には例えば惣菜物とか冷凍食品とか、そういうものを利用なさってもいいと思うんですけれども、その時に一つ考えておいていただきたいのは、やっぱり冷凍物ですと揚げ物とかそういったものがどうしても多くなります。今冷凍食品でもいろいろな種類のものが出回っていますから、焼き物、あえ物、そういったものでお弁当に利用しやすいお惣菜っていうのもたくさんあると思いますので、本人から牛肉とか豚肉よりも鶏肉にしてくれっていうような、そういうこう初めてこう要望が出て、低脂肪牛乳がいいっていうことで牛乳を低脂肪牛乳に変えました。野菜がさほど食べなかったんですけれども、本当にこう一人分取り分けておけばこんなに置いといていいかなと思う分食べることが多くなったり、試合前なんかもやっぱり今までお肉やなんかを結構食べてたんですけれど、なるべく高タンパク低カロリーみたいな食事を意識するようになってます。部活終わって帰ってきたらもう9時なもんですから、その間食事が取れないっていうのはやっぱお腹空いてかわいそうだなって思ってた時に、高橋の方で栄養指導してくださって、部活終わった後にバナナとか牛乳とかの栄養補給をしてくださるっていうことはすごく親としては嬉しくて、栄養指導を始めたからこう勝てるとか、そういうのは目に見えてはよくわからないんですが、カップラーメンとか炭酸飲料を口にするというか選択することは、なくなってきていると思いますし、こういう食べ物が補食としていいっていうのが分かっていて、それを選択した上で口にしているっていうこともありますし、あと本人たち この気持ちの中で自信になっているというか、僕たちはこんだけのことをしているのからやれるっていうのが、あると思います。一番感じたのがこうやっぱチームを作った当初に試合の途中で足をつる選手っていうのがすごく多かったんですね。でその辺をやっぱり見ていて、全くいつも同じ選手が同じくらいの時間帯でつるっていうことが多くてですね、でまずやっぱり食事のこと、あと水分のことというのをですね、いろんな本やっぱ調べてこういうふうに取ってこうってことをやっぱりやり始めたら、2ヶ月くらいしてですね、ちょっと効果が現れ始めて、今本当に釣る選手がいなくなったんですね。もちろん毎日のトレーニングの成果もあると思うんですが、やっぱ食事とあと水分の取り方っていうのはすごく大事だなっていうのをやっぱ感じてます。体を作るっていうかね、体を強くするっていう上では必要な要素だってことはこう十分分かってはいたんですけども、なかなか普通の学校の顧問一人でやってる中ではこう手が行き届かなかったんですが、やっぱ長野県の選手小さいな、ちょっと貧弱だなっていう感じがして、で、まあ、他の例えば関東のいくつかの県の J の下部組織の子たちを選抜してきてるチームなんかを見ると、これ高校1年生って大人と一緒っていうような、そういうような印象が強くて、まあそれとやっぱね、対抗していくためにはやっぱりある部分ではこうそういう部分、なんか食育で体を強くする、食べることで体を強くするっていう部分をやっぱやった方がいいのかなと